ポテトチップスパクパクたこ焼き味 70g 93円。これ去年新発売されて好評だったのか、今年も期間限定で再販となります。ラムといえば外にパクパクというたこ焼き、たい焼き、ソフトクリーム、かき氷を100円均一で売っている夢のようなお店です。そのたこ焼きを再現したポテトチップスがカルビーとのコラボで出されてますね。税込みだと軽減税率適用で 100.44 円となります。1個だけ買うと消費税は少数店以下切り捨てのため100円で買えますが、3つ買うと 301.32 円となって支払い総額が1個100円じゃなくなりますので、そこはご注意ください。93円で少し高いかなと思いきや、内容量が 70g と一般的なポテトチップスは 60g なのでやや多めですね。あくまで100円という価格にこだわっているため内容量で調整をされているようです。去年の11月購入品の動画でもこのお菓子登場しましたが、去年と比べて価格、内容量は変わっていません。たこ焼き味を再現されているので、鰹節、青さ、紅生姜、タコなどが粉末で入っています。味はごく普通のソース味のポテトチップスですね。ソースの分気持ち、酸味が強いのかなと思います。ソースのお菓子は開けた瞬間にソースの甘酸っぱい香りが瞬間に飛び込んでくるので、一般的な塩味のポテトチップスと比べて香りの面でよりお得だと思います。ラムーファンならコラボ商品はぜひ買うべき商品ですね。次はゴールデンハンマーストロング 185ml 45円。ゴールデンハンマーシリーズは久々に紹介しました。引っ越しの時にめっちゃ買いましたからね。節約家電はラムといえばこのゴールデンハンマーを激推ししています。ラムーが独自に開発しているエナジードリンクですね。なんといっても価格が安いことでおなじみです。味も美味しいし、炭酸もしっかり効いています。このストロングの特徴は量は少ないです。缶コーヒー並みのサイズですが、カフェイン、アルギニンの量が従来の 1.5 倍とかなり濃縮されたタイプとなっています。炭酸も従来のゴールデンハンマーよりも強く感じますので、効率よくカフェインを摂取したい方、清涼感を感じたい方にはおすすめの缶となっています。次は特選の酒粕 300g 入り184円。隣にブロックサイズの酒粕が 500g 184円でも販売されていましたが、あまり使用することもないため使いやすい板タイプを購入しました。冬場ですので味噌汁に酒粕溶いて野菜たっぷり入れて粕汁よく飲んでます。これ飲むだけで体が芯から温まりますね。豚バラ入れると最高ですよね。味噌汁も以前買ったお湯で溶かすだけの液状味噌を使用します。新生活にも少し慣れてきて、自炊もより一層頑張っていこうかなと思っています。次は日清本麺のゆず塩ラーメン184円。ゆずの黄色を基調としたパッケージですね。目につきやすいパッケージで買いやすいかなと思います。これ新商品ですかね。通常1枚なんで倍入ってます。めっちゃ嬉しいですね。作り方もレンチンでいけるのが嬉しいところですね。生麺タイプのラーメンだと打ち粉を落とすために湯がかないといけないんですが、冷凍の方が今は何かと便利ですね。一食あたり麺が 140g ということで、量的にはやや少なめかもわかりません。次はおでんセット175円。7種17点入っています。以下の内容が入っています。このサイズは初購入だと思います。メガの方はラムー1週間生活で登場しましたね。おでんのつゆは売ってないんで、前回はうどんつゆで代用しました。今回はカツオだしが自宅にあるので、それでやってみようかなと思います。これだけだと味気ないので、今回は三角厚揚げ78円、唐辛子こんにゃく37円、きくらげ天は3枚入って156円を入れておでんを作っていきたいと思います。この3つの中では実は唐辛子こんにゃくはリピート品となります。
で次がスモークチーズブレンド 240g 443円、 100g あたり 184.6 円となります。初購入品です。 D スモークチーズブレンドって書いているので、多分これ D プライド商品だと思います。スモークチーズなのでお酒のあてにぴったりですね。以前はロルフのスモークチーズを購入してましたが、そちらが今 100g 240円ぐらいで販売しています。こっちの方がグラムあたりの単価は2割ぐらい安いですね。次は冷凍ブラジル産鶏もも 2kg 1054円、グラムあたり 50.27 円となります。鶏肉だいぶ上がりましたよね。去年の今頃は800円ぐらいだったような気がしています。業務スーパーでもこのサイズで冷凍で売ってます。価格は一緒ぐらいなんですが、ラムの方が店頭に並んでいる数が少なめですね。ここ注意してください。業務スーパーの方が安定して購入することができますが、深夜に買いに行けるのがラムのメリットだと思います。少し話それますが、冷蔵のブラジル産鶏もも肉、ラムではグラム63円で売っているんで、量と冷凍スペースとの兼ね合いでいいと思います。対して業務スーパーは冷蔵のお肉って1キロ超えは当たり前なんですね。ラムだと 500g とかでも売ってますので、一人暮らしされているとか、冷蔵庫とか冷凍スペースがちっちゃくて2キロとか1キロとか少し買いづらいなっていう方は、業スーよりもラムでお肉を購入されるのがいいと思います。次はアーモンド小魚 75g 入り165円、全く同じ商品で 250g 498円でも販売してました。 100g で換算するとこっちの方が220円です。大きいサイズが198円とわずか1割しか変わりませんので、私はこっちの小さいので十分ですね。さっきポテトチップス買ってて発言するのもなんなんですけど、ずっとダイエット継続してて、あまりスナック菓子は自宅に置かないようにしています。間食はナッツの方がいいと思うんですけど、あれカロリー結構高いんですよね。これも 100g あたり 417kcal と結構するんですけど、小魚入ってる分まだ控えめなのかなと思います。昔の給食で出てたのを思い出してチビチビ食べていきたいと思います。カタクチイワシが給食で出ていた小袋サイズよりも気持ち大きい気がして、しっかりと魚の旨味を楽しめる商品だと思います。粉々になった部分も子供の頃食べてましたね。粉の部分がより美味しかったりするんですよね。懐かしいですね。次はサバの味噌煮缶 120g 入って88円、3つ購入しました。仕事柄買い出しに行く日は朝ごはんおにぎりって決めてるんですけど、買い出しに行かない日の朝食をこれに今しています。朝食抜くのってダイエット的にはあまり良くないそうですね。中骨までサクサクと美味しく召し上がれて、カルシウムが取れるのと炭水化物じゃないので腹持ちが結構いいのが嬉しいですよね。それでいて安いですし、仕事で忙しい時もこれと白ご飯味噌汁があれば立派な夕食になります。他のサバの味噌煮缶と比べても価格が数段安いので、これかなりおすすめです。次は SB のツナ醤油パスタソースの素2食184円、これ高いですよね。普通の価格でも158円ぐらいだと思うんです。いつも売ってた定番のたらこ、明太子、ペペロンチーノが最近売ってなくて、変わった味の販売がしてましたんで、少し高めの価格なのかもわかりませんね。どこの家庭にもありそうな醤油、マヨネーズ、和風だしにツナ缶があればできそうなので、ここまでの価格だったら自宅で一から作った方が良さそうですね。次はラムーのお菓子の量り売りの見切り販売となります。 100g100 円、ラムーの一部店舗で実施されています。グラム2円の格安で販売されているお菓子の量り売りですが、期限間近の商品とか商品入れ替えの商品はこのように袋に入って量り売りコーナーの端っこに陳列されています。魅力的な商品があれば毎月買うようにしているんですが、今月はめっちゃ大当たりですね。期限も2週間と1ヶ月で割と長めなのと、普段から買うこともあるお菓子なので嬉しいですね。次はプロテインクッキーです。 180g 入って462円、ずっと気にはなってたんですが、ラムーで販売しているクッキーに比べて倍ぐらいするんで高いなと思って敬遠してたんですが、こういう健康志向のお菓子は値段じゃないですよね。チャックがついているんで、これ本当に嬉しいですね。グラムあたり256円と割高ですが、
10日で食べきるのを想定されているので、1日単位で見るとそこまで気になる価格ではありません。糖質は 32% オフということなので、ガチガチに糖質を抑えているわけではなさそうですね。糖質を抑えれば抑えるほど、どうしても美味しさというのは損なわれていきます。今ダイエット中なので、このような商品ばかりに目がいってしまいます。お酒を毎日飲んでいた20代の頃は、店頭のビールセットばかりに目がいってたんですね。人間の脳って恐ろしいところです。いつも甘いクッキーとかお菓子を食べている人が、急に味気ないフライビーンズとか食べても絶対ダイエットは続かないと思いますが、甘いクッキーをこれに置き換えダイエットくらいにとどめるにはいいのかもわかりませんね。次は鍋キューブです。濃厚パイタン8個258円。今年も鍋の美味しい季節がやってきました。豚骨のやつがあと1個だけなので、これを購入して足しておきました。鍋キューブシリーズではこれが一番味が濃くて好きなんですよね。たっぷり野菜を入れて水分出たとしても味が薄まりにくいので好きですね。夏場はほとんどのスーパーで見かけなくなってしまうので残念ですね。期限も2年ぐらい持つので置いといてほしいんですけどね。ただ例年4月頃になると在庫を処分するために結構な額の割引になるので、それを今の時期から狙っています。ごつ盛りシリーズの塩担々麺98円、今月最後の商品となります。ごつ盛りシリーズも値上げの影響で98円のと107円の商品があります。次の日仕事なら絶対にやめておいた方がいいぐらいのニンニクがめっちゃ効いていて、もう超美味しいですね。100円いかずにここまでニンニクを感じられるカップ麺はないと思います。他のごつ盛りシリーズだと豚骨と豚骨醤油がこのごつ盛りのシリーズの中ではおすすめです。